大したことじゃないわ。人々が私に与えた賞賛や富はいつも度が過ぎるもの。演奏、歌唱、舞踏、私がしてきたのは自分の好きなことばかりよ。こんな風に言うのは少し傲慢かもしれないけど、星が輝いてるのは輝きたいからではなく、生まれながらにして輝いてるからなの。その考えは好きよ。ありがとう。友よ、あなたにも自分の光を信じてほしい。そう遠くない未来で輝き出すことが私にはわかるわ。同じ英傑とはいえ、あなたたちは互いをそんなに信頼し合ってるわけじゃないのがわかるわ。信頼できない戦友がどんな結果をもたらすか、英傑のあなたなら私よりもずっと知ってると思う。メイ殿、何時がどんな世界で暮らし、どんな戦いを経験してきたかわからぬが、信頼というものは、わらわの時代では、刃でしかなかった。それに殺されたものは、崩壊に殺されたものと比べても少なくはないじゃろう。特にわらわのような者にとって、背中を誰かに預けることなど、あまりにも贅沢なことじゃ。裏切られるのが怖いのね。いいな、裏切りは恐ろしいことではない。あの時代では、むしろよくあることじゃ。しかし、もしわらわが何かに恐れるのであれば、それは多分、恐怖そのものにじゃろう。その意味がよくわからないんだけど。人類は未知に恐怖を感じる。特に自身の常識とかけ離れたものを目の前にしたときにな。あの誰もが戦々恐々とする時代、恐怖が人一人を、多くの人を壊すのはたやすいことじゃった。信頼は常に恐怖に支配される。わらわにとって、それは刃を自分の首に当てることと、何の違いもないのじゃ。何しろ、メビウス博士のような、未知に興奮するものは、数少ないからの。メビウス博士。彼女とは、あまり交流がないと思ってたわ。そうなるはずじゃったが、まさか彼女が自ら毒用に入るとは、わらわも予想外じゃった。
あの頃彼女を説得しに来たスーをよく見かけた。あの頃のわらわはまだスーのこともその名前すらも知らなかったが、もちろん彼はメビウス博士を説得できなかった。彼女は毒葉に残り、特別顧問として指揮を兼任していた。それだけ聞くと、確かに博士に向いてる仕事だと思うわ。いいや、なんというか。学問の点で言えば、メビウス博士は確かに、あの時代でトップクラスの学者じゃ。天才の中の天才と言っても過言ではなかったじゃろう。しかし式においては、評価が難しいの。それに、自身の研究を中止してまで毒葉に入ったことは、あまりにも妙じゃ。きっと何か別の目的があったと思うが、残念ながら最後まで、わらわはそれを見極めることができなかった。
霊血の順番とは一致していなかった。あなたは第8位だけど、番号的にはエリシアと近いのよね。CM004、 それが火を追うがでのわらわの番号じゃ。その意味を何時ならわかるはずじゃろ。4人目の融合戦士。ああ、あの頃の技術はまだ成熟しておらぬ。さまざまな副作用が発見された。ケビンの周りにある霊気、エリシアの妖精のような尖った耳、それらがそうじゃ。わらわに関しては多くを語らずとも、これを見てわらわの行動を予想したんじゃろ。その話をするつもりはなかったわ。反感を抱いてるみたいだったから。反感。それでもわらわがそうなった事実は変えられぬ。幸いこの技術は改善され、わらわたちのような融合戦士はほとんどいなくなった。さくら、自分のコードは CM004 って言ったわよね。ああ。001はケビン、002はエリシア。じゃあ003は誰なの？メビウス博士、わらわを融合戦士にした人じゃ。その呼び方は少し高尚すぎる気もするけど、聞いていいわよ。あの時代の人たちが芸術を鑑賞しなくなったと気づいた時、あなたは何を思ったの？難しい質問ね。芸術は現実と希望を反映し、人々の考えを表現するものなの。けど崩壊が猛威を振るう時、人々は自分の精神世界に気を使う余裕もなくなるでしょう。心が痛むけれど、どうしようもないことだわ。
さくらはあなたのことを高く評価してるみたい。お前だって心臓を貫いたのにそいつが生きてたら、そいつを高く評価するだろう。あら、そんなことがあったの？でも仲が良さそうに見えるわ。返してもらったからな。あの日彼女の体に残した傷は俺に戦場への道を切り開いてくれた。ええ、似たような関係を見たことがあるわ。ただ心臓ね、昔そこに私を制限するための装置を入れた人がいたのだけど、とても効いたわ。だからあなたがどうやって生き残れたのか想像がつかない。わかった。また別の機会にするわ。永遠に聞かない方がいい。一つ、何時に聞いてもいいかわからぬ質問があるのじゃが。聞いてみてくれないとわからないわ。承知した。嫌なら答えなくてもよい。今の時代の人々は律者をどう思っておるのじゃ？一言では言い表せないわね。多くの人々にとって律者は一種の災害。人類にとって最も恐ろしい敵よ。でも必ずしも律者が人類の敵になるかどうか、私はそんなことはないと思ってるわ。ほう。律者になることに関して私には選択する余地がなかった。でもこの力をどう使うかは自分で決められる。何時の他に同じようなことをした人はおるのか？ええ、でも簡単なことじゃないわ。あの意志と対抗するために彼女たちは全力を尽くしたし、大きな代価を支払うこともあった。そうか、それは驚いたの。実を言うと、わらわも律者は人類の敵とは限らぬと思ったことがある。
律者に対する考えはあなたたちの間でもだいぶ違うみたいね。ケビンにこの話をしたことがあるけど、彼は。ケビン、わらわが自分の記憶体を残す前に、彼はすでに五体の律者の殲滅に参加した。なるほど。道理で彼はああなのね。たとえ彼でも生半可な決心ではそんなことはできなかったでしょうね。崩壊に勝つため、律者は消滅すべきと。ここにいる人たちの多くはそういう信念を持ってここまでやってきた。じゃあ、彼らはどうして、律者である私に手を貸すことにしたのかしら。